南三屋公民館は岩田市東荒谷にある公共施設である。周辺は市内でも外国人が多く居住する地域であり、外国人向けの日本語教室も多く開かれている。こうした活動により、2009年には県教委に、2010年には文部科学省により有料公民館として表彰された。2015年には 岩田市内の公民館が交流センターに解消されたことに伴い、南三厨や交流センターと名称が変更された。1955年、岩田郡の4村が岩田市に編入された。合併にあたり、岩田市は各旧村に公民館の分館を設置する計画を岩田市建設計画に盛り込み、旧南三厨や村では11月に、 南三国屋公民館が開館した。場所は旧南送屋人情小学校の跡地が使用された。1957年には南送屋を含め各文館に文館長が任命された。1958年3月には文部省の移植で南送屋の婦人学級が職、生活改善に関する研究発表を公民館で行った。昭和50年代に入ると、 南三国屋公民館同様、学校などの建物を転用した作られた各公民館で老朽化が進み、岩田市の総合開発実施計画に各館の建て替えが盛り込まれた。しかし南リ屋では、東荒谷に団地が作られ、児童数が急増したことへの対応が先行し、公民館の一部を取り壊して1978年に南リ屋幼稚園が開園した。 南三國屋公民館は東新町団地の東側の地を買収して新築することになり、新館は1980年に完成し4月4日に落成式が行われた。新館は東武省や新名中とは距離があることから体育館や運動場も付設された。また、この場所は新港団地の近くであり、公民館は転入者も含めたコミュニケーションの場となる。 ことが課題となった。しかし2005年、木村和弘が館長に就任した時点では、主な利用者は女性の趣味のサークルに限られていた。木村は多様な層を取り込むため、様々な施策を行った。小学生が公民館に泊まり込み、集団生活を体験する通学合宿もその一つである。南三栗や交流センター。向かって、右が体育館。 その左隣が公民館である。グラウンドはこの裏にある。この公民館は上記の地区の行事の際に使用される。これ以外にも子ども会や地元中学校の部活動などでも使用される。ありがとうございます。